どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。まず一つ目が330円のアタッシュカリバーです。これね、僕が見た中で一番最安値です。前まで多分500円とかではよく見たんだけど、300円は多分初めて見たかな。で、二つ目が110円の3つのレイズバックル。これ異常です。これが一番やばい。現行ライダーの変身アイテムが3つで110円ってありえなくね？俺なんかこういうの初めてなんだけど、マジで。去年のさ、バイスタンプ。まあ、食玩でもデラックスでも、110円では俺、やってる時に、110円で買うっていうのは俺、なかったんだよね。多分今回のやつあれだな。多分まだ買いやすい値段だから、中古で売られる数もちょっと多いんだよね。はい、では。こちらの中古玩具開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。はい、ではまずはアタッシュカリバーから見ていきましょう。ざっと状態こんな感じですね。塗装箇所とかは一切なくて、ほとんどこの黒と黄色いね、蛍光色の成型色だけなんですよね。そう、塗装箇所がないっていうのが珍しいよね。剣のモードですね。こちら先っちょだけが軟質パーツになってます。その他はもう本当に変わんない見た目ですね。はい、トリガーの感触とかも特に問題はないですし、全体的に擦り傷とかは多めですね。使用感ありです。では電池入れたんで音声確認していきましょう。はい、こんな感じですね。結構音は小さいかな。前のサウザンドジャッカーよりちょっと音ちっちゃいよね。なぜか単音なのに音が小さいっていうね。この状態でトリガーを引くと、すごくいいね。まあざっとね、もうちょっと遊びますね。デラックスのライジングホッパープログライズキー入れてみましょう。ここがスピーカーですね。電池がないのかな。でも動作は問題ない感じですよね。多分電池切れです。音声が小さいのも電池切れのせいかな。まあいいでしょう、動作には問題ないですね。はい、では最後はこちらの3つのねレイズバックル、ちょっと見ていきましょうか。すごいよね、ほんとこれらがさ3つで110円ってほんと破格だよね。全体的にまあ3つともなんですけど、特に汚い箇所とかないですね。全然ない、普通に綺麗。QR コードもね、ちゃんと剥がされずについてますし、全然、何の問題もないですね。うん。ちゃんとこれも QR コードついてますね。押す感触とかも特におかしい箇所はないですね。はい。すごいな。でも、全部ガシャポンですね、多分。はい。これはね、これもデラックスではない感じですね。はい。というわけで、デザイアドライバーでの音声確認していきたいと思います。じゃあまずはチェーンアレイ。はい、問題ないですね。ちゃんとピン配列とかもね、折れたりとかしてませんね。じゃあ次、ソードライバー。はい、こちらも問題なし。じゃあ最後は時空ドライバー。はい、3つとも
特に問題ないですね。てかこのタイミングでデザイアドライバーあるのほんといいわ。ありがてえ。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では次の動画まで。さらばじゃ。